ここ最近 K-POP 界で中国出身アイドルに対して冷たい視線が向けられています。そのような中、またしても批判の標的となった中国人アイドルがいます。エスパのメンバーニンニンとセブンティーンのメンバーディエイトです。所属事務所側は韓国内で活動するこの2人が着用したナイキの靴をモザイク処理したことがことの発端となり、ネットユーザーから激しい批判を受けているのです。3月11日、 SM エンターテインメントの公式 YouTube チャンネル SM タウンにパート3未公開映像電撃公開リマスターピーススペシャルエピソードというタイトルの映像が掲載されました。その映像はエスパのメンバーが最近発売したドリームカムトゥルーの振り付け練習のためにダンスレッスン室でストレッチをし、練習に向けた準備をしている姿を映したものだったのですが、メンバーの中で唯一ニンニンの靴にだけモザイク処理がされており、視聴者の目を引きました。実はニンニンが着用したスニーカーはナイキの製品で、同ブランドは最近中国人から不買運動の対象となったブランドだったのです。この不買運動の原因ですが、遡ること2021年にナイキが強制労働疑惑のある中国のシェンチャンウイグル自治区のコットン製品を利用しないことを明らかにしました。これを受けた中国人が同ブランドの不買を宣言したのです。どうやら今回のニンニンの靴へのモザイク処理はそれを意識して所属事務所が行ったものだったようです。ニンニンと同様にセブンティーンの所属事務所もモザイク処理を施しました。それが確認できるのは2021年5月に公開されたセブンティーンの自主制作コンテンツ Going Seventeen です。該当映像でディエイトが着用したナイキの靴もまたモザイク処理されていたのです。その中でも特に強く批判を受けたのが、ディエイトと同じブランドの似た靴を履いた他のメンバージョシュアには別途モザイク処理が施されていなかった点です。これにあるネットユーザーは、韓国で活動しているのにどうして中国を意識するんだろう、理解できないとコメントし、他のネットユーザーたちも同様に、モザイク処理をするんなら履かなかったらよくない、ほんとしょうもない部分に気を使ってる、それなら中国人メンバーを入れないでよ、中国のことは少し忘れてくださいなどの反応を見せました。今回の件は所属事務所側の対応なので、ニンニンやディエイトが何かアクションを起こしたわけではないようですが、北京2022冬季オリンピックの韓服をめぐる中国の歴史歪曲議論や、ニンニンの中国のショートトラック選手へのコメント問題、また彼女が過去に韓国式のお礼をしなかった話題など、これまでの出来事と相まって中国人出身のアイドルに冷たい視線が向けられ、韓国内の反中感情がさらに広がる雰囲気を見せています。